ごちそうさまして、この後どうするっつって。カラオケ行くっつってカラオケ行って。んで、カラオケ行って、聞いたよ。聞いたよ。エマタソマルの吉原ラメント。エマちゃんがピッって入れた瞬間、僕らみんなエマちゃん見たからな。えつって。誰が入れたみたいな。エマちゃんつって。みんな。なんかもうセリフあるじゃん、あの曲。もうウキウキしながら、みんな目を輝かせながら、エマちゃんがセリフを言うのかどうかを見つめてたんだけど、よかった。すべてのセリフをいただきました。ありがとうございますって。めっちゃよかった。うわーってなったもん。ノアちゃんは何歌った?ノアちゃんは何歌っただろう?空の青さに目を奪われて、夏休みとか、何歌ったかな、アシュラちゃんとか、あとあれよ、セナとエマちゃんのマグネットとか聞いたよ。よかったわ。おお、これがマグネット。アイデンティティ歌ったよ、セナと二人で。スミレの少女霊とか。スミレ何の曲歌っても、なんていうの?幼稚園の参観日みたいな気持ちでスミレの歌聴いとった。こいつ何歌っても可愛いなーっつって。スミレ何歌ってもスミレだから、可愛い。フィクション。あ!ひらりひらりってやつ?ひらりひらり。めくりめくる。セナが歌っとったど。楽しかった。んで最後。トゥ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 。ブレーシーン。歌って解散して。いい締めでした。